花について様々な角度から研究をしています特に花を早くきれいに長く咲かせる研究について取り組んできましたきっかけは大学生の頃に恩師の先生から君は花が好きそうだから花の研究やってはということで花のテーマをいただいたことに始まりますいくつか研究を紹介させていただきます桃栗3年柿8年って聞いたことありますかねまあ、木が花を咲かせるには長い時間がかかります でところがこちらの研究室では桃を種をまいてから1年以内に花を咲かせるっていう技術を開発しまして特許を取得しています。でその名もシーードピーチととといいううことで売り出そうとしていますでさらに早く種を発芽させるために種の眠りに関係する遺伝子を RNA シークエンスという方法で探してそれによって早く目を覚まさせる技術を開発しています。 で通常8週間程度寒さにあたって眠ることが必要なんですけれどもまあ、私たちの技術では今のところ2週間で目を覚まさせることに成功していますまた早く咲くことのできる桃の品種も開発していますこれは桜ではなくて桃なんです桜桃さやかという桃で塚原博士という人が育種して 現在農林水産省の方に悠々桃1号という名前で品種登録出願中です桜より大輪でまあ、1週間程度早く咲くので早く花見が楽しめますで今年は3月13日に満開でしたそれから研究例ですけれども綺麗な花を咲かせるための研究としてまあ、母の日にポットカーネーション用の品種が 異常な形になる異常化が発生しました。まあ、その異常化の原因究明を行っています。で、この異常化は温度によって正常と異常が可逆的に変わるという、とても面白い現象を見つけました。で、20度以上では正常で1 5度以下では異常な形になります。まあ、現在、その変異した遺伝子の原因について探っているところです。 で、まあ探偵ドラマのように犯人を探していくプロセスというのは本当に楽しくてワクワクしますそれから花を長く咲かせる研究ではいろいろな花で花を長持ちさせる技術について研究していますこれはアスチルベという花を糖の処理で長く咲かせている実験ですで、このとき花の老化に関わる遺伝子を探していますで、この図はタンパク質分解酵素遺伝子の中で 特に老化の時に強く発言するものを示しています。まあ、こうして原因を探す原因を探していくのも面白いことです。花といえば癒しです。以前は心理や生理に及ぼす影響について調べていました。最近は農業と福祉の連携、農福連携という事業があるんですけれども、まあそれについての調査や子どもたちに花の楽しさを教える花育について興味を持ってやっています。 で最近農林水産省のバズマフという YouTube サイトで「人はなぜ花が好きなのか」というテーマのアニメの監修をしました「農業理系所ョ移植住員雅子の部屋」に動物キャラクターとして出演してますのでぜひチェックしてみてください。で最後にもう一つ農業と水産業を合わせて持続的な生産を目指すアクアポニクスという研究にも参加しています。ナマズと レタスやトマトなど野菜を一緒に育ててまあ、そこで働いている細菌などの活動についても調べています高校生の皆さん今こういう時だからこそ生物自然に親しんでいただきたいなと思います私も高校生の時には物理科学選択で生物は取ってなかったんですけれどもまあ、大学に入ってからでも十分生物科学など勉強できます で特に生物というのはすごく新しい発見がたくさん出ているホットな分野です。で能楽はですね、まあ、その生物をはじめ環境微生物植物動物細菌といろんな分野を包換しています。ぜひ農学で学ぶことも考えてみてみください